現代の男たちは友達を作る能力が著しく低下しているその結果インターネットの世界に逃げるポールノの,の世界に逃げるゲームの世界に逃げる別にネット界で友達いてもいいんじゃないかと思うただお前の本音は現実世界で友達を作りたい間違いないと思う俺らの本能には生き残るために他人との友情を求める 他人との関わわり合いいを求めるるそういう素質が備わってる人間は一人ぼっちでは生き残ることできなかったから必ず仲間が必要だったからだけど今の時代安全が保障され食料が保障され心地よい生活が保障されてる基本的に多くの人たちには今お前は実際生き残るために友達を作る必要がないんだね別に別に友達なくてもどうにかなるそのせいでみんな殻に閉じこもって孤独な毎日を送ってるお前のお父さんどうやってお母さんと出会ったのお前のおじいちゃんどうやってお前のおばあちゃんと出会ったのみんな面と向かって自己紹介して知り合ってるわけよその能力があったわけよ お前にはそれがない。他人と関わるっていう人間にとって欠かせないスキル。本来普通に生きてれば自然と備わるこのスキルが、お前は普通に生きてないから、普通に備わるはずだったスキルすらなくなってしまう。人の目を見て話せない。自分の意見が言えない。他人の目が気になる。怖い。堂々と話せない。大きな声で喋れない。自分を表現できない。 偽りの自分で作りに作りまくった自分で他人と接してしまう。全く自分のパーソナリティが引き出せない。初対面の女の子、初対面の相手に対して声が震える、足が震える、ガチガチに緊張する。嫌われてる、どうしようってずっと頭の中がザコでビビリなマインドに支配される。お前は内向的じゃない。うん。 お前はコミュ障なだけお前はコミュニケーションの仕方を忘れてるだけ。実際にコミュニケーションの仕方を学んで、コミュ力が上がれば、お前は他人と接するよ、普通に。内向的じゃないもん、別に。だってお前の本心は他人と関わりたいじゃん。人に話しかけたいじゃん。人と喋りたいじゃん。実際は話したいんだよ、お前も。内向的じゃないんだよ、お前は。ただ、その話すスキルがないから、自分は内向的だって言い聞かせて、その自分の本能に逆らってやりたいことをやってないだけなんだよ。ビビってるだけなんだよ。お前はどっちなの実際はどうなの え実際自分にコミュ力があったら、普通に振る舞えたら、普通に喋れたら、自分の話したい人に何も抵抗なく、当たり前のように話すことができたら、自分に自信が持つたら、果たしてお前はそれでも空に閉じこもるか一人ぼっちでいるか多分そうじゃないと思うんだね。だってお前は別に内向的じゃないの。ただただコミュ力を失っただけの雑魚なんだよ。ビビりなんだよ。 孤独な人生を送っている孤独な男たちが必ず口を揃えて言うもう一つの言い訳が俺には出会いがない。出会いがありません。今世紀最大のクソみたいな言い訳だ。よ。出会いがありません。人間なんてどこにでもいるんじゃん。何出会いがないって。山の中で身の回りに誰もいなかったらそれは出会いないよ。だけどお前家の外に出て一人でも人間いたらお前には出会いがあるよ。ただお前が自分からその出会いを作りに行ってないだけだよ。あの勘違いしないでほしい。待ってても何も始まらないよ。待ってて誰かがお前に話しかけてくれると思ったら大間違いだよ。 家の中に引きこもって、空に閉じこもってて、どうやって人と出会うの自ら知らない人に声かけないで、どうやって新しい出会いを作るのお前はそんなにスペシャルな人間なのそんなにすごい人なのその辺、道でつったってたら誰かがお前に声をかけるような有名人なのそうじゃないでしょ だったら自分から何かアクションを取らない限りお前は一生大なんて作れないよ可愛い女の子と付き合いたい可愛い女の子がお前なんかに逆断してくると思ってんのあじゃあそれくらいイケメンなんだったらいいよそれくらいイケメンでもしくはなんかすごい特技があんだったらいいよね i k t o k のフォロワー15万人いてめちゃくちゃ美しい歌声で歌えるんだったらいいよ多分誰か声かけてくれるよあ i k t o k ッの〇〇さんですよね歌めっちゃ好きですみたいな感じで逆断されるんじゃないけどお前は凡人でしょ そんなことありえないよ。待ってても何も始まらないよ。これは別に学校でも一緒、職場でも一緒、どこ行っても一緒、特別な人間じゃないお前は自分から行動しない限り何も起きないよ。で、お前には出会いがないんじゃなくて、お前が何も行動してないだけ。お前がビビりなだけ。最後に知らない人に話しかけたのいつ最後に自分のコンフォートゾーン、自分の殻から出て、勇気振り絞って人に話しかけたのいつ教えて。断られるリスクを背負って、誰かにこんにちはって言ったのいつ最後。もはや思い出せないでしょ。 それくらいお前は空に閉じこもってんだよ。そんなお前に友達はできるわけないし、彼女はできるわけないし、新しい人間関係が作れるわけがないんだって。出会いがなくて当たり前だよ。どうやって出会いつくんだよ。待ってて。でもそういう状況に陥ってるのはお前だけじゃない。これは多くの男たちが全く同じ状況に陥ってる。孤独な理由を自分のせいだと思ってないから。誰も自分に話しかけてくれない他人のせいだと思ってるから。傲慢すぎる。マジで傲慢すぎる。 でもこんな風に孤独な状態に陥ってるお友達がたくさんいるってことはお前逆にチャンスだと思ってほしいみんな欲しがってるんだよ友情をみんな友達が欲しいんだよみんな彼女が欲しいみんな彼氏が欲しいんだよだけど実際に行動を取れるやつがいないからみんな孤独になってるみんな出会いを求めてるんだってだからお前が実際に主導権握って話しかけることができたら他人をリードできたら他人に遊びに誘えたら自分の世界に引き込むことができたら友達を作ることなんて死ぬほど簡単なわけよみんな友達を必要としてるからみんな欲しいからみんな新しい出会いを求めてるんだって